はい、皆さんこんにちは。今日はいないいないばあのわーおのゆうなちゃんバージョンについてですね。この辺りではもう画像も完全にデジタル放送で綺麗ですよね。ゆうなちゃんといえば、私も子供がゆうなちゃんの頃だったのでとても印象深いですね。ゆうなちゃんといえば歴代のお姉さんの中でもおそらく一番歌がうまいと思うんですよね。皆さんはどう感じましたか？はい、今日は「いないいないばあのわーお」についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。